フ秋田、キックオフ秋田スタート。こんにちは、 AAB アナウンサーの中島千穂です。キックオフ秋田はオフシーズンもブラウブリッツをはじめサッカーの情報をたくさんお届けします。今日まずはブラウブリッツ秋田ファン感謝祭をたっぷりとどうぞ。まだ入場開始前なんですが、会場にはこれだけ多くの人が集まっています。ブラウブリッツ秋田のファン感謝祭は先月23日に由利本荘市のナイスアリーナで開かれました。昨日よりももっと楽しみにしてるから早く見たいなって。今日が会えるのが最後になるので全力で楽しみたいと思います。今年のファン感謝祭のテーマはブラウブリッツハイスクールです。入場が始まると座席を確保した多くのサポーターが並んだ場所がありました。グッズ売り場が設けられるのはここが最後ということで多くの人でにぎわっています。その中でもここ限定のアクリルスタンドも販売されています。あ、金井アナウンサーも買いました。お、誰だ。お、吉田伊吹選手が出ました。やった、フォワードの選手。どの選手当たったんですか。小柳選手。プレーがとっても好きなのでこれからも頑張ってほしいなと思います。ファン感謝祭は今年ブラウブリッツ秋田が初めて参加した竿燈祭りを一緒に盛り上げた上米町一丁目竿燈会の皆さんによる竿燈の披露から始まりました。その後全31選手とスタッフが入場。選手は学生服に身を包み普段のユニフォーム姿とは違う一面を見せてくれました。第一部の授業編では全員が受けた学力テストの答え合わせをしたのですが、ブラウブリッツ秋田のスペルを答えなさい。水谷君の答え、こちら、はい、スペルって何ですか。どうしたどうした。質問で答えてください。質問に質問はダメですよ。質問返ししてどうするんですか。やめてくださいよ。ミジンコ、絶対ミジンコ。これはこれ見たことある教科書で。絶対ミジンコ。これカエルなんですか。いや、もう僕はカエルのつもりで。カエル、あ、つもりなんですね。いや、完璧だと思います。でも完璧これの僕の中で。あ、完璧。答えは締めなさい。美術の授業では吉田監督がモデルとなって似顔絵に挑戦です。藤田優斗選手のお手本は吉田監督も驚きの出来栄えです。生徒の6人は5分間で似顔絵を描きます。その腕前は、ちょっと眉毛の上がり具合が特徴かなと思ったんで、キリッとした目がポイントだと思うので、ちょっと目は意識して頑張りました。完成度は 100% です。 100% 出ました。やっぱ目が、眉毛と耳と頬骨、さっき藤田先生も言ってたんですけど、頬骨を意識して描きました。いや、自分でも似てるなと思いますけど。どこに一番気をつけてる。まあでも、やっぱ先生が言ってたんで頬骨と、あ、自分耳が特徴かなと思うんですけど。さあ、こちらです。ダン、眉毛ですかね。あ、確かにちょっと上手いな。はい、そこ特徴を捉えててとても上手です。最後に斉藤啓太選手の力作は出ました。ケイさんはこの中で追ってるんですよ。あ、追ってんの。はい、釣り好きの斉藤選手らしい似顔絵は会場に笑いが広がりました。試合前にロッカールームで流れていた曲を当てる音楽の授業では、会場にいるサポーターも一緒に考えているようでした。授業編最後のファッションでは、彼女に着てほしいコーディネートを5人があらかじめ選び、その服を着て会場に登場しました。なんか一人だけやっぱパリコレの雰囲気やっていいですね。自分自身着てみてどうですか。結構似合ってるくね。ファッションの先生、星京万選手が選んだ好みのコーディネートは、
高田選手です。5人の選手それぞれの女性の好みが垣間見える授業でした。今年のファン感謝祭では中村亮太選手が企画から携わり、担任の先生として MC を務めました。選手のサッカーの部分しか見えてないと思うので、まあ、その部分というのを、まあ、見せていけたらいいなと思いましたし、まあ、出し切れたんじゃないかなと思います。そんな中村選手がこの日一番手応えを感じた場面は、やっぱ三上の、イントロドーンしっかり、あいつが自分を出せたっていうのを。自分を出せたというのは煽り始めた。優勝するのと歌だせ、あ、歌だ、おい、おい、これ君が好き、おい、顔です、おい、これだ。みんなの前で最後三上陽介っていう人物を、その部分を見せてたのが僕の一番の手応えです。第2部は部活動編です。監督、選手、スタッフがいくつかのグループに分かれてサイン会や写真撮影会などを行い、サポーターは今シーズン最後の触れ合いを楽しみました。楽しかったです。ユニフォームとはまた違う感じで素敵さが溢れています。試合では見られない素顔とか見られて、すごい楽しく時間を過ごすことができました。選手の素顔がすごくいっぱい見れて、すごく大笑いしました。一日を通じてサポーターの笑顔があふれたファン感謝祭。この日一番笑ったところはと聞くと、学力テストがの、水谷選手の回答がすごい面白かったです。水谷選手の質問の答えのスペルって何ですかっていうのが一番爆笑しました。スペルって何ですか、どうしたどうした。いや、自分的には真面目にやったつもりなんですけどね、それでもね、サポーターの皆さんがそれで喜んでくれて本当に良かったです。これでいいのかどうか分かんないですけど、喜んでいいのか分かんないですけど。最後にこの日までに対談が発表されている選手たちがサポーターに最後の挨拶をしました。ご来場いただきまして、さらに活躍しているところを皆さんに見せれるように頑張りたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。たくさんいろんな経験できたので、良かったと思います。2年間温かいご声援ありがとうございました。次のステージ行っても頑張ります。ありがとうございました。このチームのユニフォームを着て皆さんの前でプレーするのがすごく楽しかったです。まあ、ブラブリッツ秋田でプレーできたことが本当に自分の中で成長につながったなと思っています。すごく成長させてもらいました。ありがとうございました。この日でチームは解散。オフシーズンを過ごしてブラブリッツ秋田は来月上旬に新体制発表会を予定しています。選手たちの楽しそうな雰囲気を見ているとチームの仲の良さが伝わってきますよね。来シーズンはどんな顔ぶれになるのでしょうか。楽しみです。懐かしい仲間たちとサッカーを楽しみました。先月19日にエスパークニカホで行われたのは秋田県高校 OB シニアフットサル大会です。今年参加したのは秋田工業、荒谷、本庄、由利工業の OB で、50歳代、40歳代に分かれてそれぞれ総当たり戦を行いました。母校の校名や校章がついたユニフォームを着るチームもあります。高校時代のように体が動かないという思いもあるかもしれませんが、皆さん楽しそうです。頑張れば怪我しちゃった。まあちょっと久々にちょっとやったんで、もうヘトヘトです。楽しくはもっとやってます。通常大会に出場するには日本サッカー協会に選手登録をしていなければいけませんが、この大会は久しぶりにサッカーに触れる機会として、母校のメンバーとの再会や勝敗を気にせずサッカーを楽しんでもらいたいと開催されています。楽しみながらも試合となると思わず白熱。
3チームが参加した40歳代は秋田工業 OB チームが2連勝で優勝しました。みんな有意義に楽しく試合できたかなと思います。やっぱり筋肉痛ですとか仕事に影響が出ないように。4チームが参加した50歳代では本庄が荒谷との無敗同士の一戦を1点差で制して去年に続いて優勝しました。もうみんなただただサッカーが好きでサッカーで頑張りたいなという思いだけで懐かしいメンツと会えて試合できるっていうのは非常に楽しいです。来週はファン感謝祭の会場で聞いたサポーターが選ぶ MVP をお伝えします。果たしてどの選手が選ばれたのでしょうか。あなたの予想は？キックオフファクター、また来週。